マサおはようございます。おはようございます。マサ、そういえば、あのライブするとき、あのライブハウスにアーシャっていうんですか、写真を提供するじゃないですか、もうあれって準備できてるんですか？いや、まだ撮ってない。撮る予定とかあるんですか？いや、今使ってない。俺アイコンのアーティスト写真みたいな、あれ結構気に入ってて、はいはい、あれ出そうかなと思ってるけど、あれってだって結構前のやつじゃないんですか？結構前やな、3、4年前ちゃうかな。若いっすもんね。あの時のもう、あの時のイメージ強いっすもん、マコさん。あ、そうか、あれか、フライヤーとかに貼るイベントのあれか。あ、そうそうそう。あ、そうかそうか、それがいるんか。え、それを撮るってこと？なんかよかったら、まだリハまで時間あるんで。ああ、なるほどね。サクッと撮っちゃいますね。え、なんか一眼とか持ってきてくれてんの？iPhone っすよ。いや、それまた舐めてるやん。なんか、スターのやつの iPhone すごいんすよ、今。iPhone で撮んの？ iPhone？ 俺のあのアイコンのやつ、あれ一眼やから、まあ、あれ、あれを超える感じができたら、はい、まあ、採用というか。任せてください。撮れます撮れます。あのガチでかっこいいの撮るのか、はい、ネタっぽく撮るのか。うるさいな。ちょっと駅の方行ってみる。そうですね、ちょっとあっちいい感じのロケーションあるんじゃないですか、うん、そこまで行ったらまた回す。じゃあ、もうさ、ちょっとこの辺で一発、ちょっと今僕イメージ湧いてきたんで、写真の。あ、いいやん、線路沿いいいんちゃう。あ、ちょっと待ってください。あ、違う。一回、ちょっと、あ、危ない。ちょっと一回、僕の頭の中でイメージを作りたいんで、ちょっと一回これの真似してもらえます？いや、もうふざけてるやん、絶対。いやいや。アーティスト写真やで。あ、ここで、写真撮らないですよ。イメージ、イメージ作りたいんです。こういう、あ、そうそうそう。あ、ちゃんと一緒に。だって静止画やね、静止画。あ、そっか。こうってこと。ちょっと一緒に動いてもらっていいですか？それ。あ、ちょっとギター持ってきてなかったな。あ、そうだ。ギターいる？いるよな。これでいく、ちょっと。ギターなしで撮ります。ギターなしでアーティスト写真。いや、ギターこれ持てた方がいいんちゃう？イメージ的に。そっか。ギターインストやからな。ギター。これに行って、もう一回向こう行きますか。じゃあちょっとギター持ってきましょう。忘れてきちゃった。はい、じゃあちょっとギターを取って取ってもらって。この辺いいんじゃない？でも。そうっすね。じゃあこの辺で撮ってみます。かっこいいっすね、やっぱこの辺。な。ギター構えて何枚か撮るみたいな、はい、そうですね、じゃあちょっと試しに撮ってみます。ここでここでギター出す人すごいな。あ、かえ、すごい、なんか大物感。あ、絵になっちゃってますよ。いい感じ、いい感じです。ちょっと1枚いただきますね。いいよ。結構かっこよくないですか？いや、ちょっと俺コート脱ぐわ。あ、なんかちょっと確かにイメージとちゃうなみたいな。コート脱いで撮りましょう。じゃあそうやな、ちょっとあと3枚ぐらい、もう一回。マコさん、どうでした写真？いや、いいね。 iPhone すごいね。 iPhone ってすごいっすね、本当に。一眼さんのポートレートみたいな。ちょっと風やばいな。風やばい。寒い。じゃあちょっと移動します。マコさん結構探しましたけどないっすね、やっぱ。ないな、もう木の前で撮る。もう木の前で撮りましょう。木先を切るやろ、さすがに。結構立派な木ですね、かっこいい。なんか違う写真になりません？ちょ、マコさん、真面目に撮りましょう。真面目に。いや、結構いいの撮れたんちゃう？でもまあ、かっこいいですけど、なんかちょっと違い、僕がイメージしてるのと違う感じで。そういう感じがいいと思うんだけど。いや、まあ、なしじゃないと思いますけど、もうちょっと撮ってみますね。いや、まあ、やっぱスタジオ、いや、ここめっちゃすごくない？超かっこいいですね、このスタジオ。紫、俺イメージカラーですさ。はいはい。ここで撮る？確かに、これいいですよ、絶対。写真撮りましょう。一回撮ってみましょう。あ、もうすでにかっこいいですよ。マジで？すでにかっこいい。ちょっと写真撮ってみ、あ、すごいすごい、え、超かっこいいですよ。どうよこれ。いいんじゃない？でも、え、あのショートと一緒じゃないですか。家と一緒、ベッドルームと一緒。家で撮った方が早いか。家とあんま変わんなかったですね。まあちょっと写真撮ったやつ後で見してもうて。はいはい。まあちょっと決めようか、後でな。選びましょう、そっから。そう、練習しますか。ういっす、ういっす。はい。
れやね、前回俺動画で、はいはい、これ1回戦って言ってたけど3回戦ありました。あ、インターフェイス、あ、そうそうそう、はいはい、ステレオ出しして、はいはい、クイック RCA で送れるんで、はいはい、前回間違えてました。あ、ちょっと間違えてたと教えてくれた人ありがとうございます。本当ありがとうございます。なんかいろいろコメントいただいて、あとなんかおすすめの同期用のさ、はいはい、ちょっとうるさいなんか同期用のオーディオインターフェースとか教えてくれて、そうですね、めっちゃ安いのでいいのあったよな、見たコメント見ました見ました、あれちょっと買いかけたけど、でもこれで無事いけたんで確かに買いかけましたよありがたいけどな、まあ、これでいけたんでこれでいきましょう。そうですね、うん、あ、でもう一個なんか逆光が、逆光で、あ、逆光がなんだろうな、逆光がちょっと暗めですけど、じゃ あ、ま、そこな感じで、で前回あのライブでやる最後の1曲募集したじゃないですか。あ、しましたね、はい、決まりました。お、僅差で、あ、もう発表するんですかこれ。どうしたらいい、あ、ちょっとじゃあ発表します。スタグネーションです。あ、ちょっと今おありがとうございます、ありがとうございます。あのリロケーションって曲がすごい設定で、はいはい、 43% 対 46% みたいな。あ、で僅差というか3曲目もう全然ダメやったなローンサムライ、あ、ダメだったですね、かっこいい曲ですけどね、うん、いやちょっとなんかテンポライブ向きじゃないんかな、やっぱり。あー、なるほどなるほど、っていうことで、まあ、スタグネーション決まりましたんで、決定で練習しますか、それもね。おお、やっていきましょう。うい、マサ、お疲れ様でした。お疲れっす。どうでした、あのアーシャ、さっき見ましたけど。めっちゃいいな、やっぱ iPhone っていうか、はいはい、ヒロキの多分撮り方もいいんやけど。マジですか。思ったより良かったな。え、結構ありました、お気に入りみたいな。あった、あの木のやつもちょっとネタ要素で撮ったけど普通にかっこいいし。かっこよかったっすよねあれどうしようかな。まあ最悪、あの何、 Twitter とか、はいはい、SNS のアイコンにもできるし、はい、まあ、ライブハウスにもあれ送れるしみたいな。よかったっす。なんかすっげえ、ヒロキもどうやった、結構よかったやろ。全部よかった、客観的に見て全部よかったっす。じゃあ、あれ使うか。よかったっす、なんかそんな気に入ってもらえて。じゃあ、まこさん、あの、写真決まったら連絡ください。あの、編集して送りますんで。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、パパッと編集しちゃうんで。あの、ごめんやけどさ。なんすか。やっぱり今まで使ったやつ使うわ今、え、いや、やっぱ微妙やったかな、ちょっと。さっきめっちゃいいって言ってたじゃないですか。お疲れ、じゃあまたね。いや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 、え、使わないんですか、あれ。あ、ま、お疲れっす。